二人仲良くとっても幸せ、大黒様と弁財天様のロマンスです。私はよくこのような絵を描きます。多くの方が結婚祝いとかで好まれる絵柄の一つです。まず今大黒様のお顔を描いております。隣に弁財天様、もう描く前からいかにその仲良くした感じで絵を仕上げるかを、中心に描いております。弁財天様が持っている琵琶ですね。弁財天様は芸術の神様ということで、この着物の襟元、これはちょっと3色、赤を黄色を細い線を入れて描いてます。これ意外と効きます。着物の袖、赤い着物は私がいつも描く弁財天様は大半赤い着物ということで描いております。スラッとした長身な美人で描きたいと思います。いかにも弁財天さんはここで音が出そうな雰囲気をかけると最高ですね。今度は大黒様のお顔ですね。ちょっともうデレッとして嬉しいという感じを出したいと思います。大黒様のシンボルマーク、赤い頭巾ですね。これから大黒様の服を描いていくんですが、まずこれ今白い墨で腰紐をかけました。墨というのは先に描いた線が上に来ますので、自然にこの白い線がこの紫色の上に乗ります。後から描くと白が今度中に溶け込んで垂らし込みという現象になってしまいますので、先に描いておくのがポイントです。だいぶ嬉しそうな顔に描けましたか。ほらよという形でセンスで皆さんに合図を送っております。幸せという合図です。
やはり顔というのが非常に人の絵を描くときにはポイントになるように思います。顔でいろいろな表現ができます。やはり私は 絵が紙から飛び出すような絵をいつも描きたいと思っております。その場合顔っていうのはやっぱり非常に大事な要素になります。二人仲良くとっても幸せ、ラブラブなカップルです。いかがですか。ありがとうございます。終わります。